この好きなことで生きていくプラスしょうがないことやってるから、もうダブル人生レベルアップやんみたいなね、もう昇竜拳で上がってくるぜ。ドラゴンライズよこれ。Hey, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はね、LINE で Q&A、クエスチョン、質問をいただいたので、ぜひ答えていきたいと思います。今日の質問は、行動するときの恐怖についてです。ね、行動するのは必要だと思います。けど、行動するのが怖くて動けません。どうしたらいいですか？働くってことも嫌いになって、それでまた自分を嫌いになります。自分を立て直す方法とかありますか？っていう質問をいただきました。すごいいい質問だと思います。実際に僕も行動が怖いね、やらないといけないことができないね、やりたいことをやりたいんだけど動けないっていうことをもう本当に苦痛に感じてね、苦痛っていうのかな、いてもうやだっていうことを結構ね経験したことがありますので、今日すごいいいアドバイスができれば本当に嬉しいです。でね、ひょっとしたらこれ長くなるかもしれないので、ぜひ皆さんね、聞いてた方が楽かも、聞いてた方が楽かも。で、面白いのよ、僕がこの質問を聞いたときに、行動するのは必要だと思います、行動するのが怖くて動けませんって聞いたときに、何について行動ができないのかなと思ったんだよね。で、思いついたんですよ。僕は実際に行動すること、行動するときに何に行動するのかって実は4つに分けているんですね。4つに分けているんですよ。で、ちょうどこの間のライブのウェビナーをやって、でタイムマネジメント、時間の使い方の、ウェビナーをやったんですよね。で、ウェビナーをやった時に時間をどう使うかっていうふうに考えて、この4つのことをやっていくと仕事もうまくいくし、プライベートもうまくいくし、なんか運もつくのね。実は運ってつけられることなんですよね。これね、簡単に説明すると、車をね運転するとき、ね、車が0から100キロに動くまでのものすごいエネルギーがかかるわけよ。特に最初の30キロとか。ね、でも実際に100キロでクルージングしていると、ね、ちょっとのエネルギーでずっとそのスピードをキープすることができるんですよね。で、自分の生活、自分の幸せ、自分がやっていることも結構同じだと思うんですよ。で、この運っていうのが流れていると、ちょっとしたブロックがあっても運が流れているので、またそのいい流れに乗ることができるっていうことなんだよね。で、このいい流れに乗りたいんだったら、ぜひこのビデオを見ていただきたいと思います。本当に大きく人生が変わっていくコンセプトだと思うんだよね。で、どういうことかっていうと、まずですね、何について行動を恐れているのかっていうことを考えていただきたいんですね。例えば行動ができないっていう時に、ねじゃあさ、プレイステーションでアサシンズクリードとか、日本だったらなんだろうね、プレイステーションで人気なゲームってなんかモンスターハンターとか、わかんねえな。ね、そういう、例えば YouTube のお笑い番組見るとか、アニメ見るとか、ね、そういう行動はできますかっていうふうにぜひ聞いていただきたいんですよ、自分に。ね、で、多分そういう行動はできるんだけど、今度そういう行動をやると自分がやらないといけないことをやっていないから罪悪感を感じて、実際にそのなんていうのかな、自分がダメになって自分が嫌いになっちゃうっていう、このネガティブなスパイラルの考え方に入っちゃうと思うんだよね。で、ここでちょっとじゃあ何をしないといけないのかっていうことをちょっと考えてみたいわね。何をしたら人生うまくいくのっていうことなんですよ。で、僕は大好きなこと、本当に心の中からやりたいことを仕事にしたら人生がうまくいったのね。で、最初はできないって思ってたんだけど、やったらできたわけよ。だからできないって思ってたのが僕の勘違いだったのね。で、僕はだから自分の心の中から、あ、それいいなと思ったらぜひこのアドバイスを受けていただきたい、でもこれはちょっと違うな、自分に合わないんだったなと思ったら、全然全部自分に入れないといけない、このアドバイスを聞かないといけないっていうことではないんだけど、ちょっとこのじゃあ何すれば人生うまくいくの考えてみましょうよ、ちょっと現実的に。で、まずね、
So, four ways of using time. 4つのね、ちょっと時間の使い方っていうことなんだけど、まずこれ人生生きているんだったら人間これ絶対やらないといけないと思うんだよね。一人で思いっきり楽しむ時間なんですよ。これどのぐらいやるのかっていうと、最低週3時間ね。これ一人でね、映画に見に行くとか、お食事食べに行くとか、山登りするとか、公園に行くとか、自然の中に行くとか、ちっちゃい旅行に行くとか、一人で人生を楽しむ時間なので、これは本当に週3時間がミニマムなんですよ。クリス、週3時間なんてないよって言ったら、これをやってたら本当にその状態が変わってくると思うんだよね。で、何をするのこの時間、一人で思いっきり楽しむ時間は、恐怖を感じない時間なんだよね。自分を嫌いにならない時間、自分の頭が自分を責めるっていうことをさせない時間なのよ。この時間は僕は幸せ、ね、自分の結果、自分の人生の結果が望んでいる状態には今なってないかもしれないけど、僕は幸せなんだ、ね、これが難しいんだったら自然の中に行くと、ね、森の中とか山登りとか海とか、そういう自然があるところに行くと、自然がもう完璧な状態だから、結構このあ大丈夫なんだっていうことを感じることができると思うんだよね。で、何を気づくかっていうと、今は大丈夫っていう knowing なんだよ。 knowing っていうのは知ってることなんだよね。で、こういう感じで自分がこのセンター、自分のセンターポイント大丈夫だよっていうところに持っていくわけよ。そうすると今度本当に別にやらないといけないこととかもいっぱいあるから、それがもっと楽に、何をいつしないといけないのかっていうのがもっと楽に見えてくると思うんですよ。で、ワクワクして大好きなことをする時間っていうのを僕ぜひですね、すごいおすすめしているんですよ、ね、これいきなりこれやってね、収入を得るとか、そういうプレッシャーはかけなくていいわけよ、ね、ワクワクして大好きなこと、もう趣味程度でいいんですよ、本当に。でもこれが人生のエキサイトメント、 It brings you energy、ね、これ実際にエネルギーなんですよね。本当にエネルギーって言葉じゃねえよ、エネルギーだよね、うん、で、これは本当に10 minutes a day, I really, really recommend you do it. で、これはよくちょっと怖いことなんだよね。なんか、じゃあライフコーチになってみたい、僕の場合は YouTube やってみようってすげえ怖かったわけよ。だからやるのにすっごい時間がかかったんだよね。ひょっとしたらこのブログ書いてみたいとか、絵書いてみたいとか、本当に歌手になりたい、歌ってみたいとか、でも実際に行動ができないとか、ね、10分でもいいわけよ。この行動が自分が望んでる結果を呼んでくれるわけよね。で、この行動を取らない限り、その自分がやりたいことをやって幸せになるっていう人生、自分が本当にやりたいことをやらないと、その結果を得ることは現実的に不可能だと思いませんか？実際にそのやりたいことをやらないと、やったっていう結果を得ることができないよね。ね。まあ、これはね、本当にね、僕ね、もう何日間話せるトピックなんですよ。でも、10分。月曜日から土曜日、1日10分でもいいから絶対続けるっていう、これを習慣にすると大きく人生が変わってくると思います、ね、で、これは朝の午前中のピークフォーカスの時間にやるといいと思います、ね、これは好きなことで実際に生きているっていう人たちも次のレベルに行けるっていう時は絶対あるから、ね、これ本当に自分のフォーカスが高い時、あなたの自分のフォーカスがいつ高いかっていうのを調べて、その時に本当にワクワクすることをやっていきましょう。これ本当に大きく人生が変わってくると思います。で、3つ目、あ、これね、これしょうがないことをする時間なんですよね。これね、よくね、大好きなことで生きていこうよって言ったら、結構ね、大好きなことだけで生きているんだって勘違いしちゃうと思うんだよね。そうじゃないんですよ。しょうがないことっていうのを、あ、それ次本書こうかね、大好きなことだけをやっていくなみたいなOK、しょうがないことをする時間っていうのが結構運を変えてくれるんですよ。これマジ、ね、どういうことかというと、あ、ちょっと時間ね、土曜日1時間やるとか、ね、ウィークデイズ午後の時間を使ってやるとか、ね、すごいこのね、しょうがないことっていうのは、ね、どうしてもやらないといけないことなんだよね。で、
例えば仕事の場合だったらメールの返事とか会社のやり方とかあるよね。僕前昔働いてた時に朝来たらお世話になっております、今日私はこういうことをやってきますみたいな感じで仕事をやる前にそれを報告すると、で全員ね30人ぐらいに CC して送るんだよね。で帰る時、あ仕事終わって帰ろうってなったら、あ忘れてたって言って、このしょうがないよな、みんなに今日もお世話になりました、申し訳ございません、今日はこれしかできなかったのでございます、お殿様勘弁してもらいますみたいな、ようわかんねえさね、上下関係の変なメールを送って、いや帰るっていうことやったんだよね。これしょうがないときはしょうがないわけよ、それやらないといけないの、ね、雑業事務の仕事、ね、あるわけよ、資料の印刷とか、ね、でプライベートの場合はトイレの掃除とか、ある食事の買い物とか、クローゼットの中を考えるとか、銀行になりたいんだったら運動するとか、あるこのしょうがないことをやらないと運が悪くなるわけよ。自分のトイレを片付けないと運が悪くなります。本当そうなんですよ。自分のしょうがないことをしない、トイレの掃除をしない、ね、自分のベッドが汚い、自分のクローゼットの中が汚い、ね、ホコリがいっぱいあって、ゴキブリがいっぱいあって、自分のキッチンに行くとなんかね、ね、カップラーメンのやつがいっぱいあって、ゴキブリがチクチク走ってると、家疲れてフルタイムで働いててサラリーマンやって仕事やって家に帰ってきて、あー疲れた、リラックスしたいってなって、そのような、ね、冷蔵庫開けたらね、ゴキブリが入ってるとか、トイレに行ったら汚いとか、運悪くなりますよ、ね、疲れるよ、その場所にいるだけで自分のエネルギー取られちゃうんだよ。でもこういうことをやって、自分の家に入ると綺麗で、匂いも香りも良くて、植物も元気で、トイレがピカピカで、ね、ちゃんと健康にやってるから運動もしてて、で冷蔵庫開けるとサラダとか美味しい植物とか ね食事があって、ね、そしたらどうなる？あなたがやりたいことをやってうまくいかない、仕事で怒られる、なんか大変なことが人生にある、家帰ると復活できるのよ。運があなたをまた上げてくれるんだよね。このしょうがないことをやるっていうのはめちゃくちゃ大切なことだと僕は思います。本当にね、このね、好きなことだけをやっていると、このここが自分の人生を止めちゃうんだよね、運を止めちゃうんだよ。これをやると、この好きなことで生きていく、プラスしょうがないことやってるから、もうダブル人生レベルアップやんみたいなね、もう昇竜拳で上がってくるぜ、ドラゴンライズよこれ。で、僕の場合仕事、クリスの場合動画をアップロード、ウェブの作業、動画の編集、会計業とかね、でしょうがないことあるわけよ。僕もこの動画を撮ったら、このメモリーファイルをここにアップして、これを日本に送るとか、いろんなことをやらないといけないんですよ、ね、でもそれで、しょうがないことは永遠に続くことだから、終わらなくてもいいわけよ。トイレの掃除とか15分って決めて、15分で終わってなかったら止めちゃうの。ね、買い物、ね、完璧に買い物しなくていいわけよ。それ永遠に続くことだから、掃除とか。掃除なんて永遠にやってたら大変だよ。ね。で、テレビの下のホコリをクリーニングしたら、今度冷蔵庫の下があって、わあやっと家が綺麗になった、ベッドの下もやるっていう感じで、ああ今度洗濯機の後ろのホコリとか言って、ふーって言って、じじじクリーニングやって終わったと思ったら、今度外行ったら、あやばい、庭があるとか、ガーデニングやらないと、ね、で今度やらないといけないことがいっぱいあって、自分の行動が取れなくなって、自分はできないんだみたいな感じになっちゃうわけよ。だからこのしょうがないことは、もう時間を決めてパッてやって、終わったら終わり。はい、次行きましょう。はい、ね、恐れていることと向き合う時間っていうのをやっていくと、自分の運がめちゃくちゃ上がってきます。このラッキーエネルギーね。どういうことかというと、普通の場合はね、恐れていることが自分に必要な学び、レッスンなんですよね。このね、例えば自分がドラゴンクエストやってるじゃん、ね、レベル3のドラゴンクエストの少年がわーとかやってて、外でスライムとかやってるわけよ。でスライム楽なんだよ。でも自分に必要なドラゴンファイティングソードとか、ドラゴンシールド、ドラゴンアーマーはどこにある？洞窟の中にあるわけよ。でこの洞窟の中に入って、そこにドラゴンがいるかって言ったら、たまにいる時はあるんで、たまにやられるんだけど、そこにやってそのボスを戦って、ボスをやっつけたら、このドラゴンシールドとかドラゴンソードとか手に入るわけよ、ね、人生も同じわけよ、ね、これ偶然じゃないんだよ、ドラクエが人気になるっていうのは、ね、恐れていることと向き合う時間、恐れていることを直さなくていいわけよ。これは別にその問題を直さなくても、問題は症状、表情かもしれないわけよ。本当に必要なところは別のところにあるから、
ね、例えば首の手術、ね、アメリカで首が痛いんですって言ったら、その注射とか手術するわけよ、コルゾンとかね、ストレスホルモンを打つわけよ、ね、痛みを止めるわけよ、薬飲んだりとか、ね、でも日本の先生、針の先生とか中国の先生に話すと、首が痛いんですって言うと、腰見せてって言って、あ、それはあなたの腰が原因だよ、姿勢が原因だよって教えてくれるわけよ。ね、だからその収入が少ない、収入が低いんだったらどうすればいいんだろうって言って、もっと働く時間を増やすとか、そこに、そこが答えじゃないかもしれないわけよ。 OK。 でその怖いと自分の成長、自分の人生を変えてくれるときに必要な行動が取れなくなっちゃうんだよ ね。なのでこれはちょっと本当に別の時間で結構カバーしていることなんですけれども、別のビデオとかコースとかでね、あの恐怖のキットね。Alright、でちょっとね、ボーナスで5つ目、これは本当に僕の個人的な時間の使い方なんだけど、ね、勉強する、1日45分勉強するっていうことを習慣にできたら結構大きく人生が変わっていくと思います。本当にやりたいことで生きていく、幸せな人生を生きていくっていうふうになると、幸せな人生を経験した人が、経験したことがない人、幸せな人生を経験したことがない人は、幸せな人生はどういうことかっていうのは想像しかできないわけよ。ね。で、実際にどうやるのって言って、ね。知ってたらやってるわけよ。あれ、やり方わからないわけよ。じゃあ、やり方を学ぶ時間を用意しないといけないわけよね。で、これを習慣にする。正直言って、英語話せる人だったり、まあ、ポッドキャストが、やばいよね。やばいよね。オーディオブック、本とかもやばいよね。日本もそうだと思うんだよ。日本のポッドキャストは僕は分からないんだけど、ね、でも日本の YouTube とかやばいよね。DAIGO さんとか、ね。ね、いろいろ勉強できるわけよ、YouTube とか。ね。で、本もあるし、コースもあるし、ね、いろんなことができるんですよ。Alright、なので本当に月曜日から土曜日は勉強するっていうことを習慣にするのがいいと思うんだよね。 OK、 じゃあこの最初の質問ね、ここにちょっとあったんだけど、行動ができません、行動するのは必要だと思うんで、行動がするのは怖くて動けません、どうしたらいいですか。 OK、 OK、 どうすればいいと思う、みんな。で、私のおすすめは実はですね、これなんですよ。これをやると意外と人生が変わってくるんだよね。僕は本当にこう思うんですよ。一人で思いっきり恐怖を感じなくてもいい、楽しいことをやっていい、その時間を用意することなんですよ、ね、これ本当にこれをやっていくと人間って治っていくんですよね。でもこれをやらないと今を楽しむことを忘れちゃうんだよね。もっとやらないといけない。もっと行動しないといけない。もっと次のレベルに上げないといけない。もっと認められないといけない。ね。もっと結果をゲットしないといけないというふうになっちゃうわけよ。で、収入が入ってて、ね、仕事もあって、住める場所もあって、ね、食事も食べれるし、ね、本当に幸せになれるんだけど、ああ、もっともっとやらないといけないっていうところにフォーカスしてるから、今がダメなんだ。今の結果がダメだから自分がダメなんだっていう風になりがちになっちゃうと思うんだよね。でもそうじゃなくて、今を楽しむ時間っていうのを自分の人生に入れるとね、今でいいわけよ。で、自分の家が自分の運をサックしている、サックって、日本語で分かんねえな、サック、吸う、自分の運を吸っちゃう場所、自分の家がね、本当に汚いとか、中には家庭の問題があるかもしれないよね。ね、住んでいる人のがいつもイライラしてるとか、ね、それからあの自分の家が汚いから自分の家にいることによって運がなくなっちゃうとか、そのエネルギーがなくなっちゃうっていうんだったら、別のところ、運が流れている場所に行くといいと思う。神社もいいかもしれないし、公園もある、あの自然があるところとか、このエネルギーが本当に流れてるからね。で、そこのエネルギーと、ああ、気持ちいいっていう風になると、あ、俺は大丈夫じゃんって気づくんだよね。自分は大丈夫だって。で、すると、シンクロニシティ、ね、不思議にアイデアが浮かんできたりとか、不思議な出会いが出てきたりとか、もっとこういうのやってみようかなって言って、自分を別の場所に動かす、ね、行動をとる、自然にもっと楽にできるようになってくると思います。
で最後に大切なメッセージなんですけれども、ね、忘れないでいけない、忘れないでもらいたいことは、ね、この最初のステップ、ね、一人で思いっきり楽しむ時間を遠慮しなくていいからね。でお金も使っていいからね。だから何百万とか使うんじゃなくて何千円とかだったら全然遠慮しないで使っていいんで、なんか映画見に行くとか食事食べに行くとか旅に行くとか山登りに行くんだったら全然数千円使って、ね、電車のチケットとかバスのチケット買っていいわけよ、ね、でなぜ忘れちゃいけないのは、ね、あなたには問題がないわけよ。それを忘れちゃいけないわけよ。あなたと例えば仕事がうまくいってないんだったら、あなたと自分の仕事の間に問題があるわけよ。例えば人の人間関係がいってないのは、あなたは一人でいるときは幸せなんだよ。あなたがその嫌なやつと会った瞬間に問題が出てくるんだよね。嫌なやつって言ったらひどいけど、ちょっとそのね、わかるかな。あなた自体には問題ないわけよ。あなたがこの社会の中でやっていることに問題が出てくるわけよ。でその時にね、聞かないといけないのは、そのこれをやらないといけないっていうのは本当なのか、それ自分でただ自分で考えていることなのか、ね、社会的な考え方なのか、ね、でももう捨ててもいい古い考え方なのかっていうのをぜひ考えていただければと思います。いや正直言ってね、こういう話やってるとね、めちゃくちゃビデオが長くなっちゃうんですけれども、このぐらいにしときましょう。多分20分切れてると思います。 Alright、 なので行動ができないとき何をするかっていうと、まず一人で楽しむ時間を用意していただけると、このはぁーって言って、その辛いことから本当の大丈夫なんだっていうところに持っていって、そこから自分にやらないといけない必要なことが見えてくると思います。で人生の中にはワクワクすることをやると、ワクワクすることがの結果になるから、すっごいいい運が戻ってきます、ね、そこのエネルギーを使うとすごいエネルギーが戻ってきます。でもう一つ、しょうがないことをやっていくと結構運も流れてくると思いますので、それも大切にする。で時間を切って1時間やるとか45分やるとか、そういう感じでしょうがないんだけどやらないといけないっていうことをやっていく。そうするとこの、うわ行動取れないっていうところから抜け出すことがちょっと楽になるんじゃないかなって心から思います。 Alright, thank you so much for checking out this video. 本当に最後までこのビデオを見ていただいてありがとうございました。 Alright, I'll see you next time. Thank you.